さすがにファントムどもも手強くなってきやがった。どうした？さっきから黙り込んで。まさかへそを曲げたのか？そういうわけでは。ああ、そう無理するな。ショックだったろう。何せ図星をつかれちまったわけだからな。かわいそうに。心中お察しするぜ。あんたに俺の何がわかるって言うんだ。俺がこれまでどんな思いで過ごしてきたか、どんな苦渋を味わってきたか、わかるわけがない。誰にも、あんたと俺は違う。誰にも理解されないって、そうやってすんで、いじけて言い訳し続けるのか。お前の事情は多少知ってる。どうせ自分はカリムのせいで評価されてないって思ってるんだろ。この俺が副寮長で、あのカリムが寮長。その結果が全部証明してる。ああ、今はそうだろうな。あいつは魔法も頭脳も出来が悪い。お前とは比べるまでもない。だけどあいつには、お前にない求心力がある。求心力？あんなの、ただお人よしなだけじゃないですか。それじゃあ利用されて、つけ込まれるだけだ。誰が人柄の話をした？いいか。最高の求心力っていうのは金だ。金？確かにアジーム家が絶大な富と力を所有しているのは認めますが、金は魔法より確かで不確定要素が少ない強力なパワーだ。それに関しちゃ俺よりもお前の方が身に染みて分かってんじゃねえのか。それは。そしてカリムは今その莫大な力を使いこなすための勉強の最中だろう。使いこなす。監督生にも、ここに住んでるゴーストたちにも、合宿中には世話になった。何より俺がオンボロ寮での合宿すっげー楽しかったんだ。だから感謝の気持ちを込めてオンボロ寮をきれいにしたい。俺がもらったギャラなんだ。使い道は自由だろ。ノアドゥール、君は本当に黄金の名にふさわしい心の持ち主だね。後先考えずに行動する奴は愚かだ。だが、後先ばかり考える奴は、もっと愚かだ。カリムのように直感で飛び出していく奴は、どう化けるかわからねえぞ。良くも悪くもな。飛びかかるタイミングを計りすぎて、獲物を逃した時にする言い訳ほど、無様なものはないぜ。俺は、お悩み相談室は後回しだ。構えろ。尻尾を巻いて逃げてもいいぜ。いいぜ。考えたな。サポートは慣れてる。やる気か。見せてやる。うわ。お、いいな。それで行くか。こっからどうすんだ？見て！まだまだ！見て！絶対に勝つ！オッケーっす。まだまだ。だラギー先輩、かましてやりましょう。ジャック君ったら熱くなっちゃって。手は抜かねえぞ。
オッケーっす。いいぜ。情けねえ面すんな。いた、いた。どうだ。正解。はいはい。踊らせてやろう。面白い。俺に勝てると思ったのか。